はい、こんばんは。YTK です。本日、お家に帰りますとね、封書の方が届いておりまして、こちら、じゃじゃーん。東播磨マンホールラリーコンプリート賞の、抽選結果のお知らせというのが届きました。以前ね、東播磨の方にある、カラーマンホールをね、全部で10箇所やったかな、確か10箇所やったかな で回って、でその応募した結果ですね。でもうこちら書かれています通り、コンプリート賞、全部10箇所回った人に送られるやつなんですけども、まあその抽選の結果がね出て、まあ見事落選したと まあ見事なかどうか分かんないですけど、まあ落選しちゃいましたよと。で、コンプリート賞がね、いろいろ景品を一人、ひとまとめにしてもらえるんですけども、まあそれに外れちゃいましたよというね、お知らせなんですけども、そのね、いろいろある商品の中で自分は4番を選択しておいたんですね。で、コンプリート賞をね、抽選で外れたんですけども、まあ代わりと言っちゃなんですけども、その選んでた4番をいただきました。ね、虹色ファーミンレストラン利用券1名分ということで。こちらですね、虹色レストランというところにね、ランチバイキング、90分大人1600円というね、土日10分70分か、まあなかなかね、美味しそうな、実際ここの、目の前にもね、カラーマンホールあって実際行ったんですけども、まあなかなか美味しそうなところでした。で、ということで、こちらいただきました。はい、もうこちらは確実にもらえるんですよ、マンホールラリーした方はね。いや、もうなかなかね、美味しいですね。これね、他にもまあいろいろあったんですけども、まあね、どうせなら美味しいもの食べたいということで、レストランの方を選びました。ただね、残念なことこれ1名分なんですよ これ で自分でリア充なんでね、1名じゃちょっと困るんですけど まあ、いただいたんで、ありがたく使わせていただきます。ということでね、多分これ去年もあったみたいなんで、あったんかな まあ多分来年もね、似たような企画されるんかな、わかんないけど まあもしあったらね、またチャレンジして応募してみたいと思います。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。